玄空寺は、京都府京都市伏見区瀬戸の町にある浄土宗の寺院。詳しくは、宝、宮間法年院元空寺と称する。法年承認25例状第15番。自伝によれば、連乗り、某押し空が従事する草案だった。押し空は、当初法年の選択集を非難したが、後に後悔して、先週年仏を行じていた。年歳の時、 奈良東大寺の大仏殿、再建だけ供養の同志を務めた後、木と、星空に壊れるままに、宿泊し、説法をした。それを聞いた、小畑の里の人々は涙を流し、念仏の教えに消えした。人々が、法念のおかげを欲しがったので、法念は、書写して、法号を書き溜めておいた紙を用いて、長眼の見かげを作り、星空に与えた。研究六年。 人婦は草案を念仏道場に改め、見陰を安置した。慶長十七年有名な江戸の旗随意承認大命により、九州から里木と広く一切主条決縁のためには土地が不便と嘆かれ、小旗の里から現在地に移されんことを壊れた。徳川家康公もまた随記のあまり、桃山城内の一部を寄進されたことにより、念仏道場の基礎が確立された。 その後、海岸年に火災で消失している。一世も、ナムアミダ仏という人の蜂巣の上に登らぬ話。ありがとうございます。